4PM スペシャルインタビュー長渕剛愛皆さん私の向かい側にはこの方がいらっしゃいます,長渕剛です新年明けまして改めておめでとうございます,とい,ますということでなんと。 新年早々の番組でですね、長渕さんとこうやってお話しさせていただけるということが、すごく幸せです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。<laughs> なんか、あの、またますますかっこよくなってるんですけど、こんなに近くでお会いできるのが、初めてじゃないかっていうぐらいなので、もう手を伸ばせば、<laughs> <や>清水さんの手が、あ、触っちゃいました。<laughs> <laughs> すいません。という感じで、今日はですね、たっぷりとよろしくお願いいたします。はいはい 長渕剛。はい。こんにちは、のぞこみちおです。長渕剛ファンには大きなお年玉プレゼントですよ。4PM 新春企画スペシャルインタビュー長渕剛。 長渕ささんが沖縄ののファンたために大いにいい語ってくださいましたどんなお話が聞けるのか早速昨年12月鹿児島で収録しました単独インタビューの模様をお送りします4 <PM> まずはですねお正月のお話ついさんからいろいろ伺いたいんですが、はい、まず小さい時のお正月って、うん、お正月の思い出はね、うん、歌の通りでねタコあげたりね、はい 昔は新聞紙で足を何枚も何枚もつなげてねはい、はい、もちろんタコそのものは<ー>ねはい、はい、タコそのものはあの雑貨屋さんかどっかで買ってさ、はい、それで僕鹿児島住んでたからね、はい、小さい頃は純真高等学校が山の上にあるのよでそこはかなりお正月は風がふわーっと吹き上げられっいいスポットだったんですよいいタコ開けるにはね <laughs> たげスポットだっそしてあのタコの足がこう長くなった新聞紙があってそれをつないで近所の仲間たちとこぞってねタコあげたりさあとはまあ食べ物だったらもうお雑煮でしょ沖縄また特別なあっコマ回すのうまいですかたたきごまたたきごまの回すならねコをバーンたたき割るわけ当てるっていう感じなんですか中の辛棒を変えたりしてねあ改造したり改造しるコマ改造 やっぱ男の子だなっっていう感じでですねや,っねすねでやっぱりもう一つ楽しみといえばお年玉があるじゃないですか、うん、お年玉私の時はですね、うん、私石垣島の出身なんですが、うん、隣近所まで「明けましておめでとうございます」って言っておばちゃんたちからなんかわざわざ催促に行くような気島の人たちは横のつながりがすごいから <laughs> ありましたけどねえボンクく正月はもう行くとやれやれでしょ <laughs> 僕のとこはね、あのー、やっぱりどちらかというと言葉悪いけど僕自身が流れ物として扱われてたから<ー>つまり生まれは伊集院鹿児島なんだけど伊集院3歳までいて、うん、で親父は警察官でてあの転勤で、うん、鹿児島市内に来ただけの話だったんで、うん、そこのまあトソっていう町に住んだんだけど、まあ、結構流れ物多くてね、うん、で近所付きはあんまりなかったよ、うん、だからお年玉あんまりもらうっていう記憶なくてやっぱ親からちょっともらったっていうかな で、それを貯めてね、一年間貯めて、お年玉で正月貯めて、で、暮れになんかこう、貯まったものをこう買うとかさ、レーシングカーが欲しくて、しょうがなかった。あと、高かったんじゃないですか。うん、高かったの当時3,500円だったけど、僕は四4畳半の坊ちゃんだったからね、なかなか買いたい、買いたんだけど、買いたいんだけど、買えないのよ。お坊ちゃまだったけどね。買えなかった。それでね、友達のとこ行ってそのレーシングカーで遊んだりね。じゃあ、あの、この、 操作するなんていうのリモコン。リモコンだけでも買おうって。それだけ母ちゃんリモコンが欲しいがよって言ったんだけど、あんたねえって言われてね、買えなかったの。ほいで、あともう一つ、あの、8ミリゲージの、何ですか ?8 ミリゲージのね、あの、電車、汽車。ああ。あれや。あれはもっと高いのよ。当時から。じゃあもう手の届かない、ちょっと。憧れの。も憧れだったから、俺大人になったから買ったの。え、そうだ大人になって買った

<laughs> なるほど。うん、でも昔のお正月というか、小さい頃のお正月と今のお正月っていうのはだいぶね。生活っていうかもう変わってきて、うん、最近のお正月え、何年前でしたっけみんなハワイ行っちゃうでしょね。芸能人はイコールハワイみたいのがあります、ね。女子さん、あ,あ,あの今までにみんなハワイ行っちゃうでしょ。<laughs> 沖縄にバカだね。<laughs> 沖縄にいらっしゃったことあります。だよね。きよ年末ね。んねうん、ハワイなんか行ってね。あのー。 ああそこののメインビーチるでしょ前キきなんか行ってさ芋洗いだもん日本人の真っ白い肌でねあんなとこでサーフィンしたってサーフィンもできねえのにさ話にならないじ今年も行ってる芸能人はたくさんいらっしゃると思う日本人として恥ずかしいと思ってそれだったら沖縄飛んだほうがいいねガラガラですビーチはちょっと寒いかもしれません泳ぐ地元の人にとっては寒いでしょ僕らなんかもうバンバンザね潜っちゃったりするしさ 北の方の海なんて綺麗だよねえっと少し前になりますが沖縄にプライベートでいらっしゃってそうなんですか何でか知らないけど呼ばれてるんですかねんかこう「こいこいこい来い」って見えないものにスっとそういう時期もあったかもしれない何かしらねどうも引かれてしまてねでも楽しいよね楽しいっていうか食文化がまず素敵だよね お食堂で飯を食うっていうさ<ー>それが大好きよ先ほどあの録音の前にですねちょっと食堂談義で花を咲かせてたんですけど、うん、骨汁食べたりとか、うん、みんな汁るるっていうよね <laughs> 沖縄の人はね骨汁にヤギ汁 <laughs> ヤギ汁ヤギ汁もやっぱり、うん、ヤギ汁す大好きだもんそれにあの葉っぱの青いのなんだっけ菊葉 なんですよもぎをも思いっきくの葉っぱみたいですねよもぎをいっぱい入れてさおいしいおいしいですかご飯とお漬物とうちなんちでもなかなかヤギはねちょっと苦手っていう人もいや僕大好きよ奄美に友達いるからヤギ送ってくるんだもん自分で作るんだよ大根とヤギあれして圧力鍋で塩だけの味付けだから シンプルに、近所でやいの匂いがぶー何やった。何やった。匂いが。匂いがすごいじゃない。風一発でなるしね。生姜とニンニク入れてさ。だから汁物の骨汁なんかだったらどうしたのってぐらいで。てんこ盛りで。すごい量ですよね。丼で。噛み出てますもんね、上にね。あの本当に山状態。食べるとこ何にもない、身がついてね。し あれを吸うんですよでね骨入れに柄入れがあってねなくならないんですよそれがハマっちゃうよねでも私もまだ何回かしか食べたことないんですけどほんとおいしいもうああいうの大好きなのよいや意外な発見でソそばもね極めたよ僕沖縄の早ーそば教えてくださいいろんなとこれ言わないあ、ちょっと北に一軒北にですかちょっとソーそばでもちょっと上品な早ーそばへえ だいたい普通のところ、本家本元の早期そばと言った。言った。はい,はいはいはい。本家本元の。はいはい。いやすか。<ー>店員さんのお姉さんが最高だよ。あのね。すいませんで。メニューはいっぱい書いてある、ね、ちゃんぽんとかないね。はいはい、はい。いい書いたメニューが。ちゃんぽんありますか。ない。<laughs> <laughs> じゃあ、あの、すいません。こう、なんとか定食ってない。<laughs> 作りますじゃないんですね。<laughs> 何にしますかって言うからさ。聞いたのよ。な、ない。 メニューにはあるけれども何があるんですかソキそば <laughs> オンリーなんですねじゃあご飯はない <laughs> えーってそば食ったら飯食いたいねんじゃお稲荷さんはあるよ <laughs> じゃあソキそばとお稲荷さん、ね、はいソキそばとお稲荷さんね <laughs> <laughs> いやこれが本家本元って書いてあったから <laughs> そうだろうねう美味しかった違うんだよでも本当に町で食うソキそばと あそうですよね例えば空港でとか街中とか東京なんかでさ沖縄のお店なんか行ってねたまに食べるけど最近たくさんありますよね違うやんで沖縄の音楽流さなきゃいけないのあれが僕嫌よ悪いけどね音楽なったっていいじゃん駄目ですかそば自体ヤギのい。沖いねもうああののなか何しらこの 豚のいろんななんかお料理あるでしょあと耳がとかさはいはい全部食べますからね全部食べるでしょそれでいいのに沖縄のあの民謡がかかったりさこれでもか飯まずくなっちゃうねなんでさ沖縄のミュージシャンもさすぐ帰るの沖縄に東京出てきたんだったらしばらく東京で生活しろって言いたいんだけどなんちはすぐ帰るもんねそうですねって言たな 思っってたんですけどちょとだからそれはね沖縄の沖縄を愛してやまないと俺だって生まれた町を愛してやまないけどちょっとやっぱだねだから僕はふるさとを捨ててそのもう二度と帰る前と思って東京出て行ったけども沖縄の子たちは俺たちは沖縄帰る場所だって。 東京行ってあ,<ー>あんなな、ねうん、汚いいには住みたくない、うん、沖縄のきれいな海にねところに帰るんだ仲間たちが待ってるもう友達だらけだよね沖縄ねそうですねもう知り合いばっかりねみんな誰もが友達 <laughs>、うん、長渕剛愛 まあふるさと、まあ、根っこっていうちょっとお話も聞きたいんですけれども、えー、鹿児島で、うんえー、この2006年長らく滞在していたっていうふうに伺ったんですけど10月からね、はい、9月も結構来たんですだから賞味2か月半ぐらい。最初は、はいうん 最初は僕の大親友のね新曲新会の二歩聡って一緒に道場を建てた親友がいるんですけど彼が全日本大会なんで一緒にねトレーニングしてできることを全部一緒にやったんですよかなりハードなトレーニングでそれから始まってこのなんていうのそこの鹿児島の地のね あの空、はい、海、うん、それから今まで見なかったその流れ星追いかけた夕焼けこれがたまらなくいいんですよ、うん、で10月に入りますとね、うん、やっぱ秋晴れっていうぐらいで毎日晴天なんですよ<ー>で雲で光そういったものがもう輪郭がピチッとしててねうわー綺麗いだなでもそこにはまっちゃったの、うん、で近くに川で天の降る川あったんですよ天の、はい、川沿いはもう温泉地帯ですよ<ー>しかもそんなに 何、あのー、て言うんだろう「温泉!」っつって立ててないわけ <laughs> <ー>ひっそりと<っ>おじいちゃんおばあちゃんたちがなんとがらガラガラ,グラっと入ってきてね <laughs> う<ん>あのー、なんか鹿児島弁のもっときつい鹿児島弁でいろんなことを喋ってるみたいな感じ <laughs> そうするとどっかの温泉もうこのその川沿いの温泉を股にかけていくと中国雑技団の少年たち少林寺憲法の少年少年たちがねその自炊をして <laughs> あのー。 一ヶ月の公演をね、南九州でやるんだっつって。<ー>ま,あまあ、まり、そう、裕福ではない感じではありましたけども、うん、その少年たちの。まっすぐな眼差しや一生懸命さに触れたりね。うそうして、あのー、しばらくここに住もうと。思ったわけ。はいはい、住んでみようと。住まいはホテル住まいですか、それとも。ホテルですよ。はいはいはい。とりあえず、ホテルに楽器を全部入れて。シンセサイザーとピアノ、それから四台の。 あとは伊藤屋の原稿用紙を入れて <laughs> 決まってんですね、ね、はい、の使い封じ」の万年筆を久しぶり使ってなかったんでね、はい、それ四4本ぐらい置いて、うん、それでねあの曲,曲作りに入ったんですよそして最初はまあ悶々としてましたがそのきっかけはね曲作りに入ったきっかけっていうのはあの母が6年前に亡くなって、はい、それで今年になってねあの親父が亡くなったのね 74かな、うん、それで親父が亡くなった時にね母親が亡くなった時よりもものすごく寂しかったんですよあ俺一人ぼっちだなんてねこの年で思っちゃってさ、うん、で泣きたくてで号泣したんですよ僕、うん、その親父が息をね引き取ってから、うん、その病院から出てみんなが泣くんで僕もほら泣きたかったけど、うん、人前じゃ泣けないじゃな、ね、い、うん、だから駒沢公園の近くのね、うん、の方に自分の車を止めて、うんうん うわーっと大,大声で泣いたのよ20分ぐらい、うんうん、それで放心状態になってね、うん、で友達にと話をしてもしょうがないしうんと思ってるうちに母親の時には3曲ぐらい歌を書いてあげられたなとか思って、うん、父親の時も歌を書いてあげたいなと思ってね、うん、よしじゃあ えー、鹿児島付いてるし、ここ何ヶ月間はね、はい、親父がね、鹿児島にちょっとお前行ってこいっていうようなことかなと思って、親父は種子島に生まれて、えー、警察官になって、はい、鹿屋から市内、鹿児島市内、そして、ラン特攻隊のあるチラン、うん、それから仙台、泉と、あちこちを単身赴任で転々としてるんですよ、うん、でその親父の足跡たるものを自分がね追いかけたことなかったもんだから。うんはいはい だからいっぺんね親父の2時代10代の後半から、えー、50代までを僕がね、うん、その一人の男の足跡をね、うん、男として見て歩いてみようと、はい、それでレンタカーを借りて針屋を借りてはい、はい、で一 <laughs> 人でその場所を旅しました<ー>そしたら発見があったのよねいろいろと本当に夕焼けがまあき 今までもちろんこれまでに行ったことのある場所も当然ありますよあったでしょうし。うん、でそこに、うん その日常生活してるおじちゃんおばちゃんたちのまた人情の豊かなねものがあったり息子を東京に出してねなんて話が聞けたりね親ならではの,そのこう思う気持ちがそこにやっぱりどこの町にもあったりしてこれは自分のふるさとっていうよりもなんか一つの町にね住み着いてみて初めて知り得たことたくさんあったのよ。 20代っていうものを自分がこの年になって客観的に一人の男性、うん、女性としてみた時にそこにラブ愛がいっぱいあるんだなと思って、うん、親父が二十歳の頃は、えー、短歌や和歌で、えー、母親と2人で、ね 2> うん、その恋文を交わしてたっていうようなことなんかも生前聞いてたりしたのでその中もあのな何個か見たことあったんで、うん、そうかと思って、えー、結構粋な、ね、恋愛してたんじゃんかよ <laughs> はい、はい、この親父クソと思って。<laughs> でそんなんなであと最終的に僕感動したのはね、<laughs> うん、その泉北上してね、僕は山道を通らずに湾岸線を走ろうと思って、はい、まあ僕、国分の隼人の方にずっとあの住みかをしてましたから、はい、そこから隼人東からインターに乗ってね、入力イ,インターってとこで降りて、うん、そこから国道3号線を走って北上して、アクネを通りますと、うんうん、東シナ海が見えるんですよ。はい、でまたこのの東シナ海っていうのが 太平洋やあの,あの辺の海とまた違ってね波が荒くてね<ー>それなりにちょっといい感じなんですよ、うん、ちょっとこうなんか一人でこう物を思うには最高なのよねそうするとポツンポツンポツンとね冬の海にこうあの若い やつが、えー、不慣れなサーフボードを持って23人をや <laughs> ってたり、はい、かと思うとその流木のとこにす腰を添えて下ろしてねうん、うん、おじいちゃんおばあちゃんがなんとなくぼーっと海を見つめたり犬を散歩してるね、うん、あのお母さんみたいなのがいたりさ、うん、少女たちがいたりとか、うん、でそこから山並みい上へ入りまして親父の単身赴任先をまあ,あの記憶をたどりながら見つけたんですね。はいはい でそこの途中に川を,川を渡って、えー、泉の、えー、高尾野ってのはのは日本的に有名な、あのー、ツルのね、はい、トライ地なんですよ。シベリアから2,000キロから4,000キロを一家でね、はい、その傷つきながらも、まあ、越冬のためにやってくるとで高尾野の原野に入りますとツーンとこう頬を突き刺すような、はいあのー、空気がね、うん、清涼な空気が。うん 流れてくるわけでそこにね沈む夕日は今まで見たことないぐらい綺麗なの<ー>沖縄の夕日も綺麗だけどそれはも水平線じゃない、はい、ところが原野っていうのはねうん、うん、僕ね考えた初めてだったのよ私も見たことないです、ね、何もない原野にね、はい、スカーッと沈む夕日は金色だよねもうまさしく金色なのよでその夕暮れ時になると、うん、鶴たちがバーッと旋回してね降りてくるわけ で僕は行った時は第三便だって聞いた。あの鶴の関すで電話したらね、はい、第三便で今あの六千羽ぐらい来てますよ。最終的には一月二月がみんな降り立って一万五千羽六千、はい、羽といるんですけど、はい、その鳴き声がね、ああああとなんかこう切ないのよね。うん、なんかいろんな言葉にいろんな声食えちゃうのよ。ま、だってその夕暮れにこう旋回してくる鶴のね、その迷いてくる。 姿を見たたのも僕初めてだったし、うん、どっかいつでやテレビで見たななんて思ったけど、うん、生のね野生のね、うん、鶴たちがそうか帰ってきたのかと、うん、この町にねこの原野に帰ってきたのかと思うとそこに1時間半以上僕いましたよ、うん、鶴をずっと見てそれであのー「よし!」と思って、はいえー、この鶴と親父っていうものが、うん。 結びついたなでその歌もできたりして、はい、結局1か月滞在して10曲の歌がでできたんですよ、はい、お父さんの足跡をたどるこう自分自身の旅っていうのが。そううん、でまあ本当にあの攻撃的な歌もできたし「知覧、うんえー、特攻隊」なんかも何かも訪れてねそういう「神風特攻隊の」の、えー、10代のね、うん、若き父を踊る魂みたいな愛にあふれたね彼、はい、らの 行動っていうものをそう心身に見つめた歌なんかもできたし、まあたくさん歌できました。そ,その。中により優れたものをね、はい、もう早速あのさっきお正月の話したけども、はいはい、まあ臡に食ったらもうすぐ仕事。あ、<laughs> <laughs> これからこれはアルバムとしてそうさもちろんリリースされる<う>いつ頃になりそうなのか。多分ね、一番早くても五月がね、うん、皆さんのお目に届くのは。はい そうなんですか、うん、じゃあ楽しみにこれは楽しみして久々攻撃出るよ僕はもちろん沖,沖縄もいきますからねて覚悟しときますので是非 <laughs> とも長渕剛